大きいぐりタコ大きいぐりタコは、島根県沖郡に伝わるタコである。タコの周囲に10個のえぐられた形の耳があることから、このえぐりの発音が、いぐりと転じていぐりタコと称されるようになった。特徴は、名称の由来にもなっている、えぐれた部分のある形状と、タコの裏面に球状に貼られた塔から響き渡る、ブーン、ブンといううる音である。現在の風習としては、 新築、船の心臓、子供の誕生など祝いごとに、祝い凧としてイグリタコが作成されることが多い。沖野島町では、毎年4月に、沖イグリタコ祭りが開催され、前年に生まれた赤ちゃんの名前を書き入れた祝いコが、挙げられるなど、沖の春の風物詩となっている。沖イグリタコの起源は定かではないが、現在、沖に伝承されているタコと形がよく似た。 武者凧が島根県松江市内にあり、制作時期が江戸時代の天保年間のものであることから、沖いぐり凧の起源も1830年代ぐらいまで遡るのではないかとされている。沖ではその年の吉凶を占うために凧が挙げられるようになったと言われている。凧揚げが行われた後は、その凧を神社や寺の天井に 魔除けとして吊るしておくことがあったと言われ、タコの絵は、魔除けのために、鬼の顔が墨で描かれていた。ここで描かれる鬼は、沖野島町、西村神社の西村かぐらの中で回れる、節ブレーキの鬼太鼓が元絵であると伝承されている。娯楽の少なかった時代、沖では、タコは、娯楽の一つとして根付いた。冬場の雪や、寒さの厳しい時期は、 屋内でタコの製作が行われ、春先の3月上旬から5月にかけて、タコ揚げが行われる風習があった。しかし、戦中戦後の世の中の情勢などを背景に、タコ揚げの風習は、次第に途絶えていった。一時期途絶えていた、大きいぐりタコも、1970年代になると、保存活動をする会が結成されるなど、次第に復興した。 1990年代に入ると、おきいぐりたこ祭りが、毎年1回開催され、現在では定着している。2000年代半ばからは、全国のたこの愛好家が集う、たこあげ大会でおきいぐりたこが揚げられるケースもあり、愛好家の間では、おきい外でも知られるようになってきている。12畳ほどの大きなたこが作られることもあったが、現在は、 半畳から数畳ほどの大きさのものが作られることが多い。お聞き,き先株式会社が会社創立100周年で14畳のタコを製作したり、大きいぐりタコ保存会が15帖の大きさのタコを製作したりし、実際にあげたこともある。タコの構造上、大きなものは運搬が困難であるが、明治の頃には鈴木タコといい。 タコを分割して作成し、上げるときに屋外で組み合わせるものが存在したこともあった。また、現在も移動時の解体組み立てが容易な構造のタコ製作に取り組まれている例も見受けられる。伝統的な製作技法としては素材に等が使われるが、現在は荷造り用のテープや録音用カセットテープのテープが代わりに使用されることが多い。現在、 タコに描かれている絵は、鬼、天狗、武者、ひょっとこなど、様々なものがある。山陰中央新報2008年11月29日、沖いぐりタコが、全国タコ揚げ大会で、モテキ新語杯を受賞。沖の文化財、第15号日本一の沖いぐりタコ82ページ、沖の文化財、第5号49ページによれば、続きタコは、組み合わせると、 推定12条にはなったとされている。富山新聞2010年1月26日持ち運びが、簡単に参院中央新報2010年4月9日、組立式イグリタコ。ありがとうございます。